This program is the Network of Pachinko and Patches Low Variety. Main personality Yara Wong. Moecat TV.不発弾が爆発したけど。あ、不発弾の？そう。あれ、なんかね、戦時前からあるらしいんよ。宮崎空港って、そもそも。フィリピンパブ？うん、でもこういうとこやっぱ多いやんか。いや、でもここ。溢れ出すフィリピン感。店前に座ってるスタイルね。当てぶってる。すごい。いやいや、あれかと思った。飛び出し地かと思った。うん、ね、身がある。うん、あれちょっとやってんね。あーでもいやいや、喫煙可能点ではあります。聞いてみようかね。なーす、これかこの俺いや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 、やりすぎやない。あの両手行った。両手やろ結構。はい、お疲れ様です。わあ、ありがとうございます。うん。ごめん。なんかなんだよな。あんまり裕次郎が言っとったの、なんか魚のまま、どうとの食い方。俺はやっぱね、聞いてたもん。こうやって、やっぱ骨筋に。抜くんよね。で、で、これをやっぱ分けてって、で、頭取る。あ、そう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 、ほら。ほら。そう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 。ちょうどそう、もったいない。思うし。そう、そろいところもいいし。そうそうそう。あ、これだ。押してたのこれやん。ベストアンサー、本日のベストアンサー。いやーもう2日連続フィリピンはないよ。いやちょっとクリミカルが違うんだよ。いや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 、ウルネで言ってる。ママなの。ママより可愛い子いないと思う。いや、じゃあ行こう。行こう。じゃあ行こう。じゃあ行こう。じゃあ行きましょう。おはようございます、ヤロウです。さあ、というわけでやってまいりました。本日は群馬県前林市らへんにあるかんださあやっていきましょう。本日も始まりました。本日は前林市付近にあるスロット三重さん、うちいく TV 御用達のお店でございます。よろしくお願いします。そして本日は月に1回のコンパスの日だ。ということは期待してもいいんじゃないのないのないの。さあ、ラインナップで言いますと、新語入社が増大されて4台、そしてしゃぶり尽くす系の代理とピンクパンサーが導入されています。ピンクパンサーは、疑似遊戯でビタ押しの練習ができる。ということは4時までそれをやっとけば1円もお金を使わない。今回はそれでやってみましょう。モンキー打てるならモンキー打ちたいけどね。うん、そうね。やっぱ、うん、その数えてやりたいけどね、5枚。で、1000ゲームでやめてやろう。いっけーそれをそこまで楽しむやつあんま見たことないね、今の人に。50? やばそう、終わった。はい、ファミスター。おはようございます、おはようございます。本日は皆さんよろしくお願いします。リアローです、お願いします。お願いします。これ空いてる、もう空いてるのかな。だいぶ埋まったし。ああ。シンフォギアはもうほぼ初打ちなんで。ああ、そうなんや。ご教授お願いします。ああ、いいですよ。まあちょっと僕も全然1回しか打ってないんで。6号機は1ゲーム目との戦いやけど。いや、そう、正解。そうだね。ほらマジ、ほら。おどっち。今日はないのよ。あ、ないの。これがいわゆる、あー、そっか、目なギア目ってやつ、ね、ギア目ね。でもそれだけもう多分ギア目じゃないかな。多いよね、この。で、これ200分の1、198分の1なのよ、生のフラグは。ほう。で、基本これがゲームの基盤だから。ほう。それ俺やっちゃってないですか。やっちゃってる今これ。ほら、1ゲーム目で、うん、
どうなるかは知らん知らんけど、え、これがキーだから。いやだってブブブで強攻略違うみたいなやつやろこれ。まあ200分の1だから、まあ、まだある感あるけど、いや多分非有利区間で引いてるから、ね、なんかあると思う。いや基本的にここから前兆になるのよ。いやこれはちょっと今日は違うぜ。やばっ。いかにその降格状態チェレとかで上げてそのギア目を引いてその前兆に行くかだから。あまあ、あ4、もうまあまあまあやっぱ当たりはしてんね。 あのあれね、演出後半に行きますよってやつね。あのあ参戦、あのバトル演出みたいなの行くんだけど、それの後半パートみたいなのに絶対行くよっていうのが参戦、それね。これまあ当たってるやろね、さすがによっぽど。あでクリスが、あクリスじゃないや、マリアが来てくる共闘みたいなのかな。全長で1000円なくなりました。ゾクゾクしますよ。いやいやいいやない、まだ2000で当たるなら。確かに。胸を叩き、あ、しかも胸一回叩いたし、ね、からの、はい、早い。32ゲーム投資が2000円。こっからやもん ね、 ここ、ま、ね、ここ後にでしょ、まあ、そのバスッといかないといけない、ここなんですよね。この次かな、この次ゲームか。ここでまた絶勝したい。くぞくぞ、一応レア役だけでも28分の1なの全部で。ほわ軽いんやね。そうなんそうなん、意外と28分の1 with 200分の1。1ゲーム目に引けていけんことはない。ダメなんかな。あ、ほにくめ、え、ほにくめ、ほにくめ、これほにくめ、これこれほにくめ、レア役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 、でかいでかい、100でかいってやっとるって。ほにくめ、これほにくめって言うんだけど、説明する前にいろいろ聞いてるから。よしよしよし、やれてるぞ。いやだから、いわゆるそのほにくめっていうのがここのメーターを貯めて満タンになるとバッケン降格に入るんです。はい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 。バッケンって、まあ、いわゆるギア目が出やすい状態。ああ、降格率。逆押して、逆押しとか。ああ、あれか。はいはいはい、はい。だからその200分の1がちょっと安くなるっていう。なるほど。10回転だけみたいな。で、まあ、ポイントを貯めて、まあ、まず最初は、そのスタート画面とかでもあるんだけど、このポイント数によって、ここが50ポイントで飛んだりとかして、そういう特化ゾーンの抽選するみたいな。ただ、そのスタート画面で、その AT 中の、その、どこで発射するかみたいなテーブルがあるのよ。で50は発射しやすいのよ、まず初回だから。で、あ、これね、うん、飛んでっちゃう。そこからまあ一応抽選というか、まだもう一応行った。ギア V チャンス降格前兆、まあ、いわゆる、うん、前兆特化ゾーンの前兆みたいな。アダムかな、アダム、アダム得意なが、アダム得意なのはスローセックスです。そうそうそう、大事になってくるのがホニック名で広角に上げた時の10ゲーム間で逆押しで、違う、順目の200分の1のギア目を引くと、おお、もう変なことになる。もうそのずっと ST 状態のバッケンに入るんです。はあ、バッケンループってやつ。へえ、終わっちゃうわ。終わるやん。でこれで特別偉くはないよ。ああ豪華なテーブル。それプッシュボタンか下か、ん、横か、なんかこの十字キーかで違うの。え、
蹴るのが設定か次の AT のテーブルだと思う。だから次の AT のテーブルがいいやつ来ますよだと思う。あ、これはそうじゃないね、うん、あの初代はねモードやったけど全然込めて歌え。リスト to my heart。 何の歌？シューボゲーの歌。ああ、そうなんだ。95ゲームモチベダル155枚。あ、そうだった、ここ大事どころ大事どころ。ああ、諦め引いた。あげたい、あげたい、今のあげたい。ああ、そこがね、だからね、バッケンとかかぶってるとまた、あ、そっか、気やすくなるのよ。逆をついて出た瞬間結構悶絶やね。2回目で日程と突入時のキャラ、おらんかった。見るとこ間違ってきた。あ、かけ抜け。あ、これほら赤ロケットなのね。これがやっぱその強いパターン。ああ、ほんとや。お、でこや。なんか良さそうに見える。え、横押そうか、ならどっちがいいかな。でもプッシュでもやっぱ変わらんと変わらんと思うけどね。いや、プッシュ、いや、プッシュ。カフェのテーブル弱そう。もうさっきの豪華なテーブルに比べたら、まあ流れはちょっと分かったわ。オッケーオッケー。借り、借り足し。私昨日フォーブスジャパンを読んでてですね、投資というものに対して調べたんですよ。投資とは社会にお金を提供し経済活動に参加することだ。あなたが投資したお金は資本という形で社会発展のために働く。投資とは働かずして稼ぐ手段ではない。あなたが働いて稼いだお金を働かせる行為だ。なので僕はもうお金を入れることに投資なんて言いません。これからなんていうの、おいせん。2万円目の投入です。なんで一回胸を叩く。ゲイ、胸を叩けって書いてない。胸を信じて叩けだけど。そうか、427ゲームを使いが12本。え、まだ12本。そうだ、だって2000円で当たってる。ああ、それにしてもやれてる。意外と吸わないというか、まあ、いやいや、出ないけんね、その代わり。だマイルド系なのかもしれんね、そういう意味では。そうなんや、そうなんや。三強、三強の中ではね。そこよ。おー、こっ。あー。ここまで、あー。あー、で、ここか。ああ、キリちゃん。よかったです。何もできん。そんなもんです。もう出てきやすい、テーブルも。3枚M メント、32。そのスローの、やっぱ入れないと出ないよ。やっぱ、はめて、今日 AT でどれだけさせるかなんだろうな。とりあえず。8年ぶり、わあ、うっす。あ、ありがとうございます。酒的なやつだ。ありがとうございます。群馬ちゃん、ね、ネギ焼酎。絶対うまくないでしょう。ねえ。ありがとうございます、わざわざ。あ、じゃあ、じゃあ、いいのあげる、いいのあげる。はい、じゃあ、あの、群馬ちゃん焼酎あげる。あ、違うか。違った、違った。間違った。返品、返品、返品。あ、ここ、うん、ここで、コミック目でもつける。高くてもいいよ。何をふざけたこと言ってんの、こいつ。だけど、あ、まだ、それによるよな。うん、だけど、風吹いてね。風吹いとるわ。あ、ベルやけんか。ベルでもいいんか。うえぇー。636円の使いが32本。負けないでてよ。え、どっちなの。負けないで。
ね。わあ、高専でしたよ。今日たまに出るよ。飯食って風呂入って寝ればそれだけでいい。あ、お、言うんよ。そう、この人の名言みたいなの。飯をおっぱい飲んでねんねして、かわいい、かわいくなった。飯食って毒吐いてバイバイバイ。普段通り追いかす、追いかすに。ぴったりぴったりやめれるタイミングではあるね。なあ、もうできてねえけどな。俺まだあるんよね、まだ全然。ああ、やっぱ200枚以上出してないけんさ、今日こいつ。ソスカッツ、ソスカッツ。俺はもうぜひ食べていただきたいシリーズ、これは。お前も食って元気出すか。いや、ちょっと本当に ねやったらないか。お金下ろしてきて。ただやっぱ車で食べてるっていうかわいそうさ。ね。かわいい。うん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 。おいしかった。うまい。ああ、また出た。お、なんで？謎のいきなり連続エースあったよ。お、なになに？なになに？カーニカーニカーニ、おーい、当たりおった、いきなり。え、何？いや、何も引いてないね。38ゲーム早い天国。ああ、早い天国かな。助かる。ここでレイク引いたらさ、グレードアップするみたいなありそうじゃない？あ、でもあの10とか、だからゲームとかここで引くと10とか、そこ次のに乗る。じゃあやっぱ当該で引くのが一番。刺激筆だ。よし、一個前進した。いや、大事大事。お、クリス。クリスいいんじゃない？お、一ゲーム目から。おお、響きはこれ上がるから50でチャンスだよね。これが今日 AT か。で、お。わあ、一回もギアブーチャンスで乗せたことがないやけんな、俺は。緑になった。で、電話もなった。けど、ベル。絶対に勝つ。いけるか。あ、光った。光、光信じ。当たりゲット。やっと当たりゲット。おう、持ち込み。声低すぎて入ってないよ。マイク。これこれ。やったるぞ。なめんなよ、マジで。いい加減にしとけよ。お、出る。早い。うわ、大丈夫、取ることが大事。いいよ、取ってるよ。 OK、 取るでもう一回ベル。あってもいいやろ。いい集団 OK、 さっきはこっち OK やった。 OK、 気持ちいいところもあるじゃねえか。ベルナビ出撃でサバサバ攻撃するぞ。あ、それね、ベルナビで。これで倍とかが出るのよ。2倍とか、ここに2倍とかあるの。あ、これバッケンチとか事故ったり。そうよね、そう。あ、あー、なるほどなるほど、分かってきました。あ、あ、多分レアか。あー、そういうこと。あーはーはー。おい、伸び続ければ
おい、おいいね、おいほーい、左を取らない、ここでは、あ、違う、塗り替えろ運命を、あ、外れなし、おい、いいわよー、見てまいりー、右ー、よかった、あなたが落としたのはそれじゃないけど一人クリアしたらまたやり直せるんやもんね。そう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 、それがループでいけるから。そうやね。で全員クリアしたら、うん、っていうことね。上位特化みたいな。よし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 。簡単じゃねえな。30ゲーム。弱いね。弱い。俺は弱い。300届け。出る。うわあうぜえ。負けろ今日一。あ出る。あこれで300乗ったけん。ほら。おすごいご褒美、うまい、よしよし、ちょっと楽しいのは分かってきた、頼む俺に力を貸してくれ、なんか遅れた感あったねえ、あー本当に、ね、俺たちのバスさん OK、 おい、あーおい、あーいや結構面白い、結構面白い、ね、結構面白い、ここは結構面白い、これやろ、これよ、あのこれ ちゃんとスロットしてるわ、面白い面白い、よかったよかった、好き好き、やったやった、好き好き、あーここまでか、行けばいいだけ、あー難しい、アダムの帽子あは天国の可能性がある、おお、さらに、あ、これはもう矛盾というか、捕まった、早かったね、82ゲーム取ったけど、ああただね、行くにしよう、二人おるやん、あ、それあのテーブルいいやつ、まあ、いわゆる上位 AT じゃないけど、あの UVAT というかチャンス、いや、もうユニゾンがもう全てが高い、ああ関係なく、よしよしよし、温まってきた、今日 AT やんね、いろ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 、いいよ、さやろ、いいね、一気に、頼むぜ、ここでね、もう行っとったらみたいなね、よしよしよし、面白いえっ絶対生かすぞ、ちょっとまとめて取ろう、一回拳で、おっ、まあまあまあ、チャンス、まあ、あるよ、まだ、イエーイ、気持ちいい、これでやり直せるっていう、もう考えやんね、ちょっとずつ乗せな、3桁上乗せタイプ、いや、これで、そうよ、これでだから追加引くと3桁乗せる、レアク、レアク、うわ、だからこうなんかうまいことあれと絡めば、もっとデスメガネになるんやね、うわっ、いきなりなんで落ちたマジ曲でっけー、はあ、はあ、デスメガネ、1ゲーム目から行くベルで行くこともあるの、いや、ないと思うよ、まあ、あっても、あ、そういうことね、
いやいやいや、いや最高よ。ようやったこれでさ、だってロケットがさ、また100ゲームごとに行くからさ、そうもう今ねえ、ねえ、チャンスよね、チャンスよね、ワンチャンス、おえー気持ちいい、おもろいやろ、おもれーなさ、流行るよここだけやらせてほしいという題が出ねえかな。ああまあいいよ、その一人クリアしたってことが大事、まだ終わりたくない響き、おお、いいよ、これはいいよ、高いよ、うまい、めちゃくちゃ乗ってきた、乗ってきた、バッキンよ。でここで200分の1を引くと今10ゲーム間来るから、今21分の1、これ揃いがで、200分の1聞けばバッケンバースト、バッケンバースト、ここで入れたらマジやばい、ぶっ壊すね、これぶっ壊す、ぶっ壊すね、しかも今響き中だって、もうそもそも乗るよ、そうよね、そうよね、まあでもマイゲームがありますか、入れたお金を取り戻す、マジで超バッケンして、通常時も全然やれんかったけんね、図柄揃い、こういうの、チカッてしたけど、これ毎回か、オッケー、で違う、けど俺が今やりたいのは生で弾くこと、けど一回そろっとったから、温まっとる、めっちゃいい音、めっちゃいい音、めっちゃいい音、これ絶対、え、どっち、どっち、くそ、絞りますか、絞りますか、もういい、あー、どっちか、でもまあまあまあ、でも、レア弾けた、そう、ああやけどまだバケン屋さんゲーム残っとる、ただばせめてカットイン、あ結構さラストジャッジ得意な気がしてきてるから、今あってもいい、あーダメか、けど209ゲーム、いや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 、始まってきた、始まってきた、よし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 、スタートライン、絵が撮れた、絵が撮れたマジでマジで、よし、あ、すごいアップアップするもん、アップアップガールズやん、こんなね、全然違うやん、ね、まあだからあの今は楽しいけど、うん、あのもう今日で お打ち納めやろうなという気は、いやだから俺も売ってなかったんだ、そういうことね、一回やったから、ああってなるよね、なる、一回やったらもういいやってなっちゃうの、これは、いやでもやっぱ人の見てたら、あ、やれそうって思っちゃう、めっちゃいくやん、いやもうなんか、いやご褒美よそれ、ねえ、もうご褒美だしやん、これ1000行かせようとしてるねえ、1000行ったらどうなるんだっけ、上位のチャンスゾーンが、チャンスゾーン、おお、ああさすがにめっちゃ乗ってくれた、おお 100? これでもチャンスゾーンは絶対行くの、1000のところ、これ儲けるね、頑張れ、うわー、ダメやったってこと、多分ね、ベル、ここでベル引ければ届く、次ゲームもあるよな、ある、あーでもうわぁ、うわぁ、ああお疲れ様でした、危なかった、耐えた耐えた、マジ耐えた、だけどね、うん、ギアVチャンスは久しぶり
れでまあちょっとやれましたから、うんうん、スマソロシンフォギア私の評価は、うん、あのまた機会があったら売ってもいいなというところはございます。まあ、設定資産ゼロだからね。ゼロです。だからあれは1です。まあまあまあでも三強の台の中ではまあまあまあ良くない。うん。しかも今日みたいに抽選悪くても確かに多くある店まだあるから。そうやね。でも入ったりするし。うんうんうん。その第一優先で打とうってはならんけど、じゃあ何打つ何打つってなった時の選択肢には入るかもしれない。二軍ですだから、うん。ああ、ありがとうございます。はい、二軍入りしました。あ、フルコース？フルコースみたいなやつ？フルコース？あのトリコのフルコースみたいな。あ、トリコのフルコースの二軍。そう。ヤルオのフルコースの二軍みたいな。でもファミスタはメインディッシュ。違う。メインディッシュファミスタなの。生ビールセットが850円です。取り口2本に。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。どっちが飯食いながら歌うのは良くない。なんかギア集めがやっぱ好きなのはね、わかるわかる、ね、一緒なんその釣りも一緒釣り多分ルアーばっか買うもんやっぱ、うん、そうなるよね、わかる、そう道具としてね、うん、なんかいいやそうめでたいんよね、めでるんよ、そうわかる、家帰ってリールにただいまって思う、ああ彼女に言え、彼女も言うよ、あこの後ね、後にこうその一番いいさスピニングを買った件さ、今日もシルキーだね、だからいいの買うのってそれはあるよね、その所有欲ある、所有欲ある、ね、めっちゃ満たされるから、めっちゃある、まあ俺はやっぱ新品のままに置きたくないっていう精神になったの、うんうんうん、グッズとか、ね、だってね、使われるためのものなのに、うん、そう綺麗な状態だとダメだ、だからやっぱ焦げつかしたり、はい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 、使用感がないと自分のものじゃない、いや、うんうんうん、それがなんかなおめでれるっていうのが思い出せるというかね、そうそうそう、あこの時の焦げでとか、はいはい、なんかこれここやっちゃってとか、はいはいはい、でこれの部分だけ自分で直したんだよとか、ね、ルアーでいう歯型やね、何匹も釣ったらあついて、ね、魚の歯型で塗装が剥げてボロボロになるのがいいみたいな、うん、そうそうそう、うん、だから、まあ、手を出した時に自分の好きなものが出てくるって一番いいよ、確かにね、その好きなものに囲まれてというかね、そう、それはやっぱいいよね、本当そう、あるべき、それが動画でもあるよ、 YouTube もパッて見て、うん、自分の好きなものが面白いものがあると一番いいやな、いい話やハッピーエンドしようとしてるあんまりはなんかこうやってふわっと宇宙の飲み会みたいなそうそう、毒吐きますもういいよ毒吐いてきますあらげるのも疲れるよ